二代目大正教地図大正教は、大阪府大阪市、大正区三軒屋東一丁目と、同市何和区幸町三丁目、木津川一丁目とを結ぶ、木津川に架か,かる千日前通りの橋である。橋長80メートルで、連続桁橋の形状をとっている。この付近は、船舶の出入りが多いため部橋地帯だった関助島へ、向けて最初に架けられた橋で、 市中心部と大阪市電で結ばれた結果、アクセスが飛躍的に向上し、区名の由来となった橋でもある。現在の橋は二代目で、初代の橋は完成当時において、日本一の島町を誇るアーチ橋だった。しかし、橋梁技術が未熟な時代の橋であったことなどから、想定外の変形が発生し、補修、補強が繰り返されたものの、結局は掛け替えが行われた。 初代大正教の絵葉書旧極はにヒンジアーチ。大阪の大正教は工業地帯として発展していた現在の大正区の区域と対岸の大阪市街地を結ぶ目的で1915年に完成した。大正時代に佳境されたため大正教と命名された。1932年に新設された大正区の区名は東橋に由来する。この橋のかかる木川は 大阪において、すでに明治時代の後期には船舶による物資輸送の利便性の高い場所の一つとして認識されており、木津川の沿岸には様々な工場が立地していた。加橋計画が持ち上がった当時、予定地のすぐ上流側で操業していたガス会社が原料の専門に支障が出て損害を被るとして反対し、当時の大阪府知事に斡旋を依頼するなどした結果、当時としては、 異例とも言える長井島町の橋を架ける決定がなされ、建設が行われた。こうして、初代大正橋は、アーチ市間91.4メートルの当時、日本最長のアーチ橋として誕生した。なお、福音は、大阪市電の起動時期を含めて19.0メートルだった。ところが、初代大正橋は佳強後に、いろいろな問題が発生した。まず、 この橋が揺れるやすいことが露見し、さらにアーチ部の変形が生じ、その変形が次第に大きくなっていった。当時は日本で国産の鉄橋が架けられるようになって間もない時期であり、明確な設計基準もなかった。後に各種応力計算、測定を行った結果、明らかに強度不足であると判明した。初代大正橋はニヒンジアーチと呼ばれる構造を採用していた。 渦に示すように、両兄弟の支点2箇所にヒンジを有する構造であり、橋の自長や通過車両などの荷重により、アーチが外側に開こうとする水平力が兄弟の支点部に採用する。したがって、兄弟やその基礎は水平力に耐える強固な構造を必要とし、一般には強固な岩盤が支持地盤として求められる。しかしながら、元橋は、 中石平野に位置し、強固な岩盤を得られなかった。このため、アーチから作用する水平力に強大が耐えきれず、支点が移動し、アーチが開いていってしまった。二品字アーチでは、支点の移動が起こると、アーチに不利な力が作用し、ますますアーチの体力が低下していった。この初代大正教の失敗を受けて、後の1930年に、大阪市内に架けられた桜宮橋は、 アーチ支点が移動しても不利な力が作用しない3、ヒンジアーチ構造が採用された。さらにその後、地盤の軟弱な地域にかけられるアーチ橋は水平力をタイと呼ばれる部材で結び、支点に水平力が作用しないタイドアーチを基本とする構造が一般的に用いられるようになった。一方で二ヒンジアーチは強固な岩盤を有する山岳部の橋梁などに限定して、 用いるようになった。初代対象鏡の変形は、第二次世界大戦後さらにひどくなり、士官は45センチメートル広がり、頭頂部は50センチメートル低くなった。そのため、車両が通行しない状態であっても、アーチ部材は、降伏応力に近い値を示す、危機的な状況に陥った。そこで、橋の軽量化や補強など、様々な補修、延命策が講じられた。 欄間にデザインされた楽譜、歩道にデザインされた鍵盤歩道にデザインされたメトロノームそのような中、都市計画道路伊豆井正と線の拡張に伴い、対象橋の掛け替えが決定した。掛け替え工事は段階を追って進められ、まず1969年4月に新橋の下流側半分が架橋された。そして1971年3月に、 上流側に位置していた、旧橋が撤去された。最後に1974年3月に、新橋の上流側半分が加橋され、下流側と連結された。初代大正橋が市間91メートルを一軽間で渡化する大アーチ橋であったのに対し、二代目、大正橋は中間に2カ所の橋脚を設置した、最大市間37.5メートルの連続桁橋が採用され、 ごく一般的な橋梁形式となった。第二次大戦後における日本の橋の掛け替えでは、河川法の改定によって、橋脚の設置に対する制限が厳しくなり、一般に橋脚の数は減らす傾向にあることを考えると、掛け替えにあたって、橋脚を新設した大正橋は珍しい事例と言える。二代目大正橋の所言は以下の通りである。橋の欄干には、 ベートーベン作曲、公共曲第9番、歓喜の歌の楽譜がデザインされている。また歩道には、メトロノームとピアノの鍵盤がデザインされている。大地震両川口津波機対象橋の東詰めの広場には、大地震両川口津波機という自然災害伝承碑が設置されている。これは1854年の安政南海地震の後に発生し、 大阪を襲った津波の被害と教訓を記した石碑で、安政2年7月に建立された。碑文には、火影7年6月14日午前0時頃に大きな地震が発生し、市中一等を驚いた。同年11月4日朝にも大地震が発生し地震を恐れて、船に乗り避難した。翌日夕方にも大地震が発生し津波が押し寄せた。 被害状況はと、具体的な被害状況を述べ、地震が発生したら、津波が来ることを心得ておき、船での避難は、絶対してはいけない。また建物は、壊れ火事になる。何よりも、火の用心が、肝心、津波というのは、沖から、波が来るだけではなく、岸近くから吹き上がってくることもあり、津波の勢いは、普通の高潮とは違うと細かい注意を書き残した。 また、148年前の1707年、宝永津波でも同様の事態が発生し、2万人以上の犠牲者が出たとの記録も存在し、過去の教訓が活かせなかったことを悔やみ、後世の人が同じ被害を受けないよう、拙ない文だが、ここに書き残す。願わくば、心ある人は、文字が読みやすいように毎年墨を入れ直し、後の世に伝えていってほしいと刻まれており、 記述通り地域の有志によって毎年墨入れが行われている。当時は、木津川だけでなく、安治川野球淀川の沿岸も同様の場所としてみなされていた山口里水田健志、金子直樹、吉田裕介、中久保啓介、矢島岩を、図説系半身の地理、地図から学ぶ。 P47 ミネルバ処方2019年6月20日発行 ISBN978 か力4から 6A2308484 号両科ワック津波の非対象強迫あずま橋詰大阪市津波災害の歴史から現代を見る南海地震の津波災害東京大学地震研究所助教授辻吉信消防科学総合センター八田俊文2013、二千十三 1707年、宝永地震による浜名湖北部の沈降と大阪の被害数第21回 GSJ シンポジウム、小地震、フル津波から想定する南海トラフの巨大地震、長尾武氏2012大地震両川口津波期に見る大阪の津波と、その教訓京都歴史災害研究第13号、17から26。ありがとうございます。